名古屋から来たんぎゃ。でレイカーズの応援団も、まあ、初めて名古屋と岡山でやるんで楽しみです。元日本代表選手が本日のスタメンで佐藤久人選手、玉田選手いるんで、その選手たちとどれくらいできるのか楽しみですね。昨シーズンまで J1 名古屋グランパスとの対戦、もう全力尽くして頑張ってほしいです。昨シーズンまでファジアーノのエースとして君臨したあの選手が相手。名古屋グランパスの注目といえばこの人、元ファジアーノのエース押谷勇樹選手、今回はスタメンでの出場です。ファジアーノサポーターの反応は、点も取られたくないあ、そうだよね、惜しいよ、まあ楽しみだけど、どんな出迎え方しましょうかね。もう愛のあるブーイングですか。ブーイングですね、やっぱり、はい、J2 第40節 J1 自動昇格の2位を目指す3位の名古屋グランパスと12位ファジアーノの初めての岡山での対戦。シースタに帰ってきた元ファジアーノのエースの気持ちは、約1年ぶりにこのピッチだったんで懐かしかったです。前半15分ファジアーノのゴールを脅かす押谷選手、一方前半33分ボールを奪って積極的なドリブルを仕掛けるのはファジアーノの16番関戸健二選手。高い位置でボール奪えれれば、そこから出ていくところとかはすごい意識は高くなっていると思います。両者互角の戦いは前半37分、名古屋が左サイドのパス回しでマークを剥がし、元日本代表佐藤久人選手のパスからゴール、ファジアーノリードされます。まあ、サイドで、まあ、なんてない、まあ、コミュニケーションのところで、まあ、ズレが生じて、まあ、1個外された。ファジアーノの勝負は相手の体力が落ちた終盤、後半39分スピードのある二村誠選手を投入します。残り時間少なかったですけど、まあ、チャンスは来ると思ってたんで、攻撃の面で勢い出せるようにっていうのは思いながら入りました。二村選手の切れ味抜群のドリブルからチャンスがやってきたのは後半40分、三村選手、パク選手と渡り、赤嶺選手がシュートを放つも枠の外、さらに井村選手のシュートはポストを直撃。チャンスは作ったものの決めきれず、1対0の敗戦となりました。だんだんチーム良くなっていってるっていうのはあるんで、やっぱり残り2戦でそういう、ファジアーノらしいプレー、サッカーして、やっぱり勝てるように頑張っていきたいです。試合終了後、元ファジアーノのエース押谷選手はサポーターに挨拶、すると試合終わった後に挨拶しに行ったらコールしてくれたり、温かく迎え入れてくれて、最後はブーイングで終わるっていう、なんかそれも嬉しかったですね。愛情あるブーイングにお辞儀で応えた押谷選手でした。 CM の後は来シーズン加入予定のルーキーを紹介、今回は大学生編です。ファジアーノ岡山、来シーズン加入予定のルーキーをいち早く紹介。第2弾は即戦力として期待される2人の大学生です。君の名は、来季よりファジアーノ岡山に入団することになりました、東海学園大学4年生の武田拓磨です。愛知県の東海学園大学から加入するフォワード、武田拓磨選手。和歌山県出身で、高校は千葉県の中央学院でプレーしました。その特徴は、自分の得意なプレーはディフェンスの間でボールを受けて攻撃につなげることと得点を取ることです。ディフェンスの間でボールを受ける動きが武田選手の持ち味。
奪ったボールはそのままゴールへ。テクニックもあり、ボールキープ力に優れたフォワードです。ファジアーノ岡山を選んだ理由は、練習参加した際の施設や環境の良さ、選手たちの取り組む姿勢を見て自分が成長できると思ったので、ファジアーノ岡山を選びました。1年目から試合に絡んでいけるよう頑張るので、応援よろしくお願いします。ファジアーノの得点力アップへ大きな期待がかかります。続いて紹介するのは、来シーズンからファジアーノ岡山でプレーさせていただくことになりました、佐賀大学の松本健太郎です。ミッドフィルダー松本健太郎選手、佐賀県出身で佐賀北高校から国立の佐賀大学に進んだ生粋の佐賀人。プレーの特徴は、自分の最大の武器はスピードに乗ったドリブル突破です。縦突破からのクロスやカットインからのシュートなど、ゴールに直結するプレーに注目してほしいです。サイドを主戦場とする松本選手の特徴は、スピードに乗ったドリブルとそこからのクロス。力強く積極的なプレーはチームに勢いを与えてくれそうです。そして左右両サイドでプレーできるのも松本選手の特徴。小さい頃からの夢、プロサッカー選手のスタートを岡山で切る松本選手の意気込みは、一日でも早くピッチに立ち、ファジアーノ岡山の勝利に貢献できるよう全力で取り組んでいきますので、応援よろしくお願いします。そしてもう一人、 J1 川崎フロンターレのユースからミッドフィルダーユーク・カルロス選手の入団も内定しています。ファジアーノの未来を担う金の卵たち、楽しみに待っています。今月はファジアーノ岡山のトートバッグを5人にプレゼントします。